上空から見た七つ辻交差点。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地図本庁交差点とは、大阪府河内長野市本町にある交差点である。本町が正式名称であるが、一般的には単に七つ辻と呼ばれており、信号柱には七つ辻交差点と書かれたステッカーが貼られている。 国道170号、国道310号、国道371号と市道が交差しており、7つ、辻の名の通り7つの道路が集まっている。この交差点には、さらに福音1メートル未満の市道に加え、数メートルほど東寄りには、長野商店街の西商営通りがあり、これらを加えると実に9本の道路が集結していることになる。なお、 東交差点菊水町交差点間は国道170号と国道310号の重複区間となっている。この交差点は国道310号を除くとすべて急憩指定となっているが交通量は多く終日渋滞が発生している。これは急憩が河内長野駅にも近く市街地であることに加え、橋本方面から国道310号経由で大阪狭山、 境方面へ行く場合や、国道170号の高槻方面へ出る場合の最短ルートであることが挙げられる。さらに、国道371号振動にあたる上原町交差点石本家田交差点間のバイパス道路も頻繁に混雑し、旧道の代替としての役割を十分果たせておらず、東交差点には右折レーンが一部未設置であるなど、 ボトルネック状態であることも一因している。なお、信号機による交通整理が行われているのは国道4方向のみで、指導は進入のみの一方通行となっている。以下は、交差点に集まる道路の一覧、本町交差点。4枚の写真を横につないで合成。写真右手前から国道170号、国道310号、指導、指導、 国道310号、国道170号、市道、国道371号、市道の順に接続している。国道371号沿いに南海バスの七つ辻バス停があり、岩、有線、南青葉台線、南下台、南が丘線の各路線及びモックルコミュニティバスが停車する。また、大阪駅、南馬駅から出ている。 南海深夜急行バスも停車する。ありがとうございます。